どうも、カズワンでございます。それでは、サイドミッション。多分後編だよね、これ。行こうと思います。さあ、どんな、ミッションが待ち受けているのか。そうだ。まずは制服に着替えておかないと。さあ、着替えておきましょうと。さあ、軍服だな。特務官としての、キトゥンでございます。じゃあ行きましょう。キトゥンじゃなかった。シーキャット。有利司令の指示で来ました。シーキャット、遅いぞ。作戦の時間が迫っている。至急ブリッジへ向かえ。作戦って、そういえばユーリがそんなこと言ってたな。了解出していいぞ。ということで、ブリッジに急ぎまーす。艦隊のブリッジかな。ユーリ、隊長、シーキャット。現地到着までの間に説明しよう。我々ジェリーフィッシュは政府の密命を受け、ネビ大量捕獲作戦、オペレーショントロールの準備を進めてきた。本日その作戦を決行する。捕獲？ネビを？あんなの捕まえていてどうするつもりなの？あ、もしかして、この前の伝承ってこの作戦についての内容だったの？シーキャット、本作戦は最高機密です。立場を超えた発言は慎みなさい。いや、すいません。だって捕獲ってできるの？そんなこと。捕獲には、機密研究機関で開発された捕獲機を使用する。本作戦はその捕獲機の試運転も兼ねている。捕獲ネビの運用に関しては秘密事項だ。こういう秘密主義なところが苦手なんだよな。よくなんだかんだけど、それは町のためになるんだよね。もちろんだ。シーキャットは作戦目的地まで本艦の護衛任務を与える。とりあえず了解と。シーキャット、時間に遅れてた挙句、司令に対してその言葉遣い。もう牛分けありませんでした。はい、はい。はい、分かったからもうやるから、シーキャット、所定位置につけ、今より本作戦を開始する。ペルメか。はい、重力エネルギー充填完了。全員所定位置に移動完了。航行を開始します。さあ、来ました。はい。軍隊編5編。勇気の幻想。ということで、行きます。いいな。今の、なんか、キトゥンのやついいな。捕まえようとしてどうしてるのかなって。よくわからないけど、街の平和に役立つんだったらいいかって。こちら、シェルフィッシュ1。母艦右舷を航行中。母艦艦水よりシェリーフィッシュ1へ、全部読み切れません。艦隊前方異常重力場感知。重力機関にはここもこのままでは。あら、落ちちゃった。シェリーフィッシュ1、状況はということで、脱落する合ってんのかなこれ。墜落する。プツ。大変、ジェリーフィッシュワーから通信が途絶え。司令、最新データを取得完了しました。かつて見たことのない量のネビ発生エネルギーです。やばいね。この異常重力場。研究機関が掴んだという兆候からの想定通りということは。そうだ。これを逃したら次はない。ペルメ、作戦目的地までの距離を。ねえ、何をごちゃごちゃ話しているの？私、ジェリーフィッシュワーの救助に行くから。シーキャット。突撃戦の救助行動を禁ずる。今最優先すべきは捕獲作戦だ。は？どういうこと？救助に行かなく、行くんだって、作戦が優先？オペレーショントロール。本作戦においてこの機会を逃すわけにはいかない。シーキャット、今最優先すべきは作戦遂行だ。作戦のため仲間を見捨てるっていうの？納得できないよ。あらら。反発しちゃったよ。本作戦はヘキサベル治療維持のための重要な作戦だ。これは命令だ。繰り返す。単独行動を禁ずる。私、助けに行く。待て、シーキャット。まあ、行くんかよ。マジかよ。マジで行くんかよ。まあ、行くって言うんやったら行くけどさ、これで母艦が落ちても知らねえぞ、俺。降りまーす。落ちていきまーす。これ、重力使わなくて、落ちるだけで結構だ。さあ、あんなところに引っかかっちゃってるよ、と。突撃戦から何か漏れてる。はい、到着しましたよ。何が漏れてるんでしょう。大丈夫？怪我はない？あ、私自身は打撲程度だ。ただ、不時着の衝撃で重力機関が破損してしまった。漏出を防げない状況だ。このままでは危険だ。今、この周囲で重力操作を行うのはやめてくれ。高密度の重力場と反応し、爆発を起こしてしまう。爆発、そんな、じゃあ私どうすれば？少し時間が欲しい。亀裂に応急処置が施せれば、直近の問題を回避できるはずだ。分かった。絶対に重力の力を使わないように気をつける。で、ネビが現れるんだよね。
知ってるよね、ネビだ。あ、ネビこの時にタイミング悪すぎ。この重力エネルギーがネビを引き寄せたのかもしれない。シーキャット処置が終わるまでなんとか、ね、ネビを食い止めてくれないか。でも力は使っちゃダメなんだよね。やってみるけど、シールは急いでね。はーい、了解でーす。だから回避とこの辺で対処しろっちゅうことやな。普通にキックで対処しましょうっていう話だな。まずはてめえをやる。はい、回避回避。はい、さあそれ終わるでしょ、あなた終わるでしょ。 OK、 さあお前は何してるのかな。 OK、 終わり。さあ続きが現れるでしょって言って、痛い痛いです。こいつら重力なしでやんの。はいはい、痛い。ゴリ押しはやめよう、ゴリ押しはやめましょう、ゴリ押しはやめましょう。はい、23、こいつ、まずこいつやろう。はいよ、オッケー。こいつらやれんの、そもそも。届くんかな、危ね。あ、届くわ。もう一丁。さらに、もう一丁。オッケー、オッケー。オッケー。どーんと来い。あ、もう一体おるんだ。こんなところに嫌がるとはな。234、オッケー。あ、まだおるの、あ、ミスった。ミスった。ミスってる。ミスって、ミスって。ちょっと、ちょっと、痛い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 。うん。まずこのデカ物をやっておこうかな。はい。オッケー、オッケー。じゃあ、あっち。さあ、この弾を飛ばしてくるやつが厄介なんだ。はい。234。これ怖い。はい。そっちじゃないよ。俺が狙ってるのはそっちじゃないよ。オッケー。痛い。まずはあれだな。あれをやるのは最優先だと思うよ。よっ。うわ、なんか塊がついちゃってるやん。痛いな。そら、これを破壊して。はい。吹っ飛ばされてます。普通に吹っ飛ばされてます。はい。よっ、届くんか。これは回避のやつじゃないと届かんのかな。オッケー。よし、ネビはこれで全部倒したと。キクも強いね、これなかなか。助かったよ、シーキャット。承知は無事完了だ。うん、よかった。さすがに力を使わないでネビと戦うのは苦労したよ。すまん。休んでくれと言いたいが、すぐに本体に合流しなければならない。我々も有利司令のために作戦遂行。戻るの？あのさ、有利たちは作戦優先だって言って、あなたのことを見捨てたんだよ。司令の判断に間違いはない。我々ジェリーフィッシュは命を捨てても指揮官有利の命令に従う。なんか違うな、みたいな。あ、通信が。本館周辺にネビ大量発生、異常活性化しています。捕獲器を起動しろ。ネビ捕獲器に障害発生、暴走して制御できません。凄まじい勢いで重力エネルギーを消費しています。このままでは高校用の重力エナジーまで失います。なんだと、なんだと、それはまずいんじゃない。うわぁ、めっちゃおるやん、これ。俺は対処しきれねえべ。はい、本館が落ちちゃいまーす。さて、どうしてくれるのかな、キトゥンさん。どう対処するのかな。ということで戻りましょうか。本館外壁で火災発生を確認。全乗組員に次ぐ火災発生。シーワス、外壁の消火活動に移ります。待ってください。今、緊急通信が入りました。プレジューヌでもネビ大量発生。ジェリーフィッシュ出動要請が出ています。シーワス、住民の安全確保を優先しろ。プレジューヌへ向かえ。試練。捕獲器が使えなければ、オペレーショントロールは中断せざるを得ない。となればシーワスプ、我々の、現在の我々の最優先任務は治安の回復だ。了解しました。プレジューヌの治安回復に向かいます。スピンって感じかな。なんか大変なことが起きてるみたい。ユーリたちのいる船で火事？プレジューヌでもネビが？シーキャット、母艦に向かってくれ。プレジューヌはシーワスプに任せ。シーキャットは母艦の護衛を。私も後から行く。どこですか？また上上がんのね。了解しました。まあ、助けに行くのもいいが、母艦に行くのも大事だっていうことだ。ちょっと一回この辺で着地したいよね。なんで着地したいかっていうと、まあ、重力が足らないよね。っていうわけだ。さあ、どんどん行きましょう。わあ、いっぱいいるよ。母艦に向かいましたが、なかなかいっぱいいますなと。はーい。あら、ネビの攻撃によって火災が発生しています。耐久度がゼロになると母艦は墜落してしまいます。耐久度がゼロにならないよう消火活動を行いましょう。ということで。消火機器と給水タンク。旗艦。
に備え付けの消火機器、または町に点在する給水タンクを重力グラブを用いて火災発生場所にぶつけましょう。まずこの辺破壊しないとダメでしょって。
ああ、やっと全部消えた。もう何回やり直したか、火は全部消えた。これでもう大丈夫。残りはネビだけでね。捕獲作戦なんてもともと無茶すぎんだよ。じゃあ行きましょう。はい、ない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 、いきなりやられます。やっとだよ。これ結構難しかったな。何回やり直したかな。 はいよ。さ、そこにいるのは分かっているんだよ。ネビちゃんやと。じゃあ一回降ります。よいしょ。いやー、つらいつらい。なかなかつらいよ、これ。つらい戦いだ。さあ、しっかり見て。コアが出てきたところ、蹴る。もう一度、奥のあなたに大好きなキックみたいな。何が言いたいんですか、私。ははは、悪っすねということで、どんどん蹴っていきましょうというところで、外すっていう。はいよ。さあ、上にいる。さあ、あと2体。残り1体。うわー、残り1体、あいつか。それは大変だ。残しとこ。いや、使おう。もうめんどくさい。あれ？あれー、止められちゃったのねー。まあ、気にせずに。あいたいたいた。あいた、これ全部食らう系重力姫みたいな。はいよ。あと頭かな？頭かな？オッケー。終わり？まだ？倒したな。オッケー。やった。ネビはもうこれで全部倒したよね。よっしゃー、終わった。あー、やっと終わるよー。編集が大変だよー。シーキャット、なぜ命令を無視した？バンダセンタレアレ、リアレ消火を優先しろと言ったはずだ。我々軍人は任務遂行のために常に命を貸している。命をかけているか。軍人って有利たちは本当に自分の命を何とも思わないの？あの操縦士も命を捨てて有利に従うって言ってた。でも自分の命を大事にしない人が他の人の命を大事にできるのかな？それってなんか違う気がする。みんな本当にそれでいいの？シーキャット、我々ジェリーフィッシュだ。任務に個人的感情を持ち込むな。命令に従え。ジェリーフィッシュね。街を守る目的は一緒だと思うけど、私やっぱりこういうのってダメみたい。どうしても特務隊のやり方に馴染める気がしないの。命令より今やるべき本当のことが大事だもん。ごめんなさい。私自分のやり方で街を守ります。今日からシーキャットじゃなくてキトゥンに戻ります。シーキャット、逃げるのか。だからキトゥンって言ったでしょ。シーワスプにもユニカって名前があるでしょ。今度会う時はユニカと呼ばせてもらうから。逃げるわけじゃない。お互い別々のやり方で街を守ろう。さよなら。やっぱり自由気ままな猫のままでいたいというキトゥンの考えだな。まあ、猫好きってなんかそういう人多いらしいやん。命令になんか従えない。自由に生きる私はみたいな、そんな感じのことになってるのかな。軍人の服も脱いだみたいやな、どうやら。まあ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  まあ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 
軍人としての規律を重んじるあまり己の命を軽んじる姿、それはあまりにも非人間的な行為として当時の私の目には映った。ジェリーフィッシュを去ったその頃の私は、ユーリやユニカとの避けられない戦いがこの身に降りかかる、その日が訪れるとは想像だにしていないのだかしていなかった。それはまた別のお話というわけでございます。この任務はなかなか難しかったでございます。ということで今回はここまでしたいと思います。ありがとうございました。